はいどうも、今から彼女の髪染めます。あれ聞こえてる？大丈夫？わぁ、あと見たい。はい、ワード2。え、何？あと見たら面白いね。タイムシフト、うん、どうやって切ってるか、うん、はい、ワード2いらっしゃい。いいじゃん、いいじゃん、結構うまく切れてるよ、うんうん。はい、ワード2、ちょっと一服します。はい、おかえり、エミちゃん。可愛くなったよね。なんかさっきはさ、切る前は大黒摩季みたいになってたけど、大黒摩季から宇多田ヒカルに進化したやん。大黒摩季感すごかったな。いい感じだよね。結構似合うと思う。可愛くなった。可愛くなった、可愛くなった。黒くする。黒に染めます。黒戻し。スーパーブラック。スーパーブラック。おい、こんばんは。黒になったらまた印象変わると思う。多分。良くなると思うよ。良くなると思う。前下がり、前下がりっていうのかな、わかんないけど。前下がり？わかんない。前下がりがどういうことを指すのかわかんないから。あ、私は前下がり、うん。フォロワー1000人、お、ありがとうございます。フォロワー1000人いった？ありがとうございます。お、本当だ。おー、いったね、フォロワー1000人ありがとうございます。フォロワー1000人いきました、皆さんありがとうございます。いいね、いいね、一山越えた感じがするね。山が一つ超えた感じで、うん、嬉しいね。あざーす、久木先輩。新しいフォロワーさん紹介します。じゃあ、新しいフォロワーさん、アイアイさん、バニラさん、ミナさん、テントウムシさん、アサミさん、女性多いね、ウーロンハイさん、ノアさん、ツバキさん、チョコミントさん、アチューさん、サブアカさん、トムさん、カズさん、リエリーさん、パンダさん、スズケンさん、パーピルさん、モモさん、ノブさん、タクトさん、タカさん、ボタンさん、この辺かな。ありがとうございます。宇多田カットだね、うん、やった。風船プレゼントありがとう。お、ベルプレゼントありがとうございます。ちょっと音変わった？小さくなった？音は喋ってみて。ティスティス、音小さい？音小さくなった？なんか変わったよね、設定。ああ、あ、テースです。テースです。テースです。大丈夫だね。大丈夫、うん、なんかね、ボリュームが微妙になる時あるんだよね。ふわっと、ああ、ああ、テースです。入ってる。ああ、大丈夫、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫だ。そうだね、休憩しながら時間かけてゆっくりできるからね。ニコ生のケンちゃんに似てる。ニコ、あー、ちょっとわかるかもしれない。
ちょっと似てるかも。ケンちゃん。あ、似てるかも、ちょっと。あ、似てるかも、わかるかも。目がね、ケンちゃんにそっくり。あれでしょ、あの、唐揚げ屋のケンちゃんでしょ。目が似てる。確かに。あ、似てるかも、ちょっと。似てる。ケンちゃん似てるね。あ、似てる似てる。わかる。俺もわかる、それ。ケンちゃんイケメンだよね。爽やかな。ケンちゃんっぽい。わかるわ。うん。ケンちゃん、最近、唐揚げ屋うまくいってんのかな？どうなんだろう。絡んだこと一回もないわ。大手だけど。ケンちゃん大手だよね。子さんだよね。うん。うん。ケンちゃんは子さんだ。ゲームだったらもさ、元は。あ、そうなんだ。うん。おう。一回ドライヤーかける。じゃあ髪の毛バーッと落として、そこのビニール取ろうか。え？染めちゃった方がいいんじゃないの？染めちゃった方がいい？うん。そうしようか。いいよ。タバコ吸い終わったら教えて。うん。すげえな。アクティブ500の累計5000だったよ。金梅さんみたいなのだよ。大手になれるんじゃないの？配信始めたら。毎回これやってんじゃん。毎回髪の毛。よいしょ。YouTuber みたいにほら。今回は、ベネトゥーン。ベネトゥーン？ YouTuber 慣れないわ、下手だわ。カメラ目線できてない時点で負けだわ。お客様に商品を見せてない時点で負けだ。トーンダウンカラー。ドヤ顔。あ、やっぱいけるわ、やっぱいけるわ。うん、今の部分カットしたらいけるわ。うん、黒染め。黒染め。そう。スーパーブラック。スーパーブラック。ビューティーン。ビューティーン。あ、本当だ、ケンちゃん似てる。似てるよね。兄弟かも。兄弟かも。生き別れた妹。そう、妹。うん。はい、窓2、たくみさんいらっしゃい。今から黒く染めます。どうもでーす。しっかり黒染め。スーパーブラック。がっつり黒、がっつり黒にしよう。がっつり。で、似合わなかったら、また明るくすればいいんだから。うん、あ、これ、カチカチだわ。これやりまーす。4420人だったね。カチカチだね。ワドインですね。そういうね、配信。そう。ワドイン。ワドイン。そういうね、系。これ、髪乾かさないといけないじゃん。うん。濡れてていいの？うん。え、大丈夫か、うん、ダメでしょ、水分が含まれるから。いや、なんか書いてある。なんか普通染めるときはシャンプーした後にシャンプーなんだっけ、タオルで乾かして。なんか説明書読めない。まず箱作ってください。箱を閉めてください。全部出して。なんで箱閉めちゃうのよ。全部出さないとダメでしょ。はい。で、箱を閉めて。はい。で、組み立てて。はい。俺がビニール手袋しないとダメなのか。俺が染めるから。え、今こんないいやつなんだ。うん。ほら、昔さ、透明のさ。おにぎり作るやつじゃないよ。ね。今、なんか、ドクターみたいなやつなんだね。すごい、500円でね。博士。ね、初見さんいらっしゃい。楽しんでください。入れてもいい？まだまだまだ。箱を穴開けて。開けないで開けないで。酸素入るの開けないで。閉めて。うん。言うこと聞いて。箱を穴開けて。いら。そう。
編成。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。行きました。うん。で、そこに、ボトル入れて。はい。で、ボトルに1を入れてください。はい。全部入れてください。ぎゅっと。急いでください。早めにやんないと酸化しちゃうんで。切った。はい。で、すぐ蓋をしてください。はい、貸して。はい。ぎゅっ。明るいところからやった方がいいの。違う違う。違うの。よいしょ。はい、黒い。いくよ。はい。いくらまだいく。トップから、トップの中が目立つから。あ、そっか、なるほど。天才。うん、見えるところからあとはブロックに分けてやっていくんだけど、こういうのはね、手早くねバーってやっちゃった方がね実はいいんだよ。ユースさんブロックに分けてやったりするけど、うん、違うから。あれもう何回も髪染めてきた俺が言うの間違いない。はい、串をください。ガンガンいくから。スバニャンを射撃した人かと思いました。その人です。射撃した人です。宗谷高校です。どうしても飲んだお母さんにしたいんだ。そんなことで聞くわけねえだろうっていうね。何年やってって思ってんだよ。お母さんです。バドさんは大きい赤ちゃんです。バブーバブーバブー S アカウントバブー。あ、ごめん、どいて。ギリギリティッシュを拭いてそこ。時間につかないよ。はい。ここ。あ、あ、すぐ染まるわ。短くなったからね。いや、違う、強い液剤が。似合ってる、ありがとう、中野ちゃん。中野さんあれだよね、川さんのところだよね。中野ちゃんいつもありがとね。今日はカットしてもらいました。カットとカラーいっぱい切った。47です。かのちゃんいつもありがとう。あ、
ちゃん好きだもんね。前も話したもんね。中野ちゃんいい人って。香川さんのリスナーいい人多いよね。香川さんのリスナーあ。ありがとう。風船ありがとうございます。こっちから向いて、上向いて。ありがとう。ドライヤー入れる、うん、入れないでいく、どうする、うん、入れないで大丈夫なんで、キャップしとけば、塾じゃないな、美塾堂だから。塾堂羨ましいだろう、うん。すっごいんだから。すっごいんだからね、塾堂で。うん、すっごいんだから面白いね。何かすごいのって気になるよ。うん、とにかくすっごいんだから。すっごいんだから、塾堂は。リスナーこれ撮ったね。あと今何時？ちょっとコメントで何時か教えてください。ちょっと見れないんで、遠くて距離が。今何時ですか？モンタン富士舞台なんだね、うん。昔の江戸時代とかの超美人だよ、これ。富士舞台。日本の古来の人は富士舞台では綺麗な象徴だから、うん、それでここの長いの日本髪が揺れるように。ああ、そっかそっか、そう、はいはい、
だから本当は日本髪が言える頭に。キャップ、キャップしたい、キャップ。キャップって何？あ、キャップ？うん、ピンのキャップ。気をつけてよ、いつでいっぱいあるから、ね、はい。キャップして、あれするのがいいんだよね。ドライヤーかけるのがまんべんなくいくの。でもね、これ結構強いやつだから、がっつりいくと思う。冬だからね、ちょっと。うん、大丈夫だと思う。20、あと1時間か、いくな、これ。取ったな。取ったな。多分今日は、いつはよっぽどおことがない限り、取ったと思う。まあ、平気？いいよ。キャップしまーす。ババアだ。キャップするとババア感がすごい。よしさんでーす。あ、天才物理学者です。うん、ホームも洗ってくるよ。これ使うっしょ。うん。これ好きです。これ洗ってんの？はい。耳で正解だったね。うん。田舎の美容院にいそうだな。これで髪の毛が真っ黒になる予定です。そう、白髪染め、これです。がっつりビューティーンスーパーブラック真っ黒になります。彼氏朝尾かな。そうだと思ったことない。ビゲンにしようと思ったんだけど、色が真っ黒がなくて、今日はこの、ビューティーン黒戻し。16歳ぐらい。そんなわかんない。ビゲンカラーがいいんだ。あ、ビゲンにすればよかったじゃん。ね。白髪染めだからね。もうね、やっぱ年取ると白髪が増えちゃった。どうしてもやっぱ白髪染めじゃないと色が。白髪が染まらないのかね。染まる。あ、絶対切った方が可愛いよ。本当？絶対可愛い。あ、新しいフォロワーさん紹介します。ありがとうございます。新しいフォロワーさん、坂江さん、オズ・オブン・ブルマン・遠藤・カズさん。長いよ。カズ・オブン・ブルマン・マル・遠藤さん。アイオイ、アイアイ、アイアイさん。バニラさん、ありがとうございます。フォロー。アザマース。ありがとうございます。ノンタンね、パイパンなんだよ。ノンタン、剣全く生えないよね。うん、あんま言わない方がよかった。うん。これ何分？15分だから、ちょっと待ってね。今、18分だとして、今5分経ってるか、あと10分だね。あ、あと15分かな。だから、15分だから、40分ぐらいだね。はーい。40分ぐらい。俺が教えるよ。はい。配信面白いね。お、9万円いった。ありがとうございます。目標金額まであと16万円です。おお、超えた。ありがとうございます。で、1万円リスワンで取ったらさらに入るから残り15万か。よし、頑張ろう。頑張ろう。いい感じだね。すごい。
16万円に訂正しました。すげえすげえ、ありがてー。すごい時代だよね。素人がさ、インターネット放送で食えちゃう時代だもんね。もっと早くネットビジネスやればよかったな俺。ブログとか持ってたらさらに強いもんね。そうだね。ぶっちゃけ権利収入じゃん、仕事しなくても入ってくるじゃん、ブログ系とかは。配信はどうしてもさ、面白いことやっていかないと。あ、パチパチありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。でも先月はぶっちゃけ運でリスワン取れたと思ってるんだけど、今月は実力って言ってもいいよね。別に誰かとコラボしてないじゃん、なんかこう大手と。なんで落ち込んでんの？あ、どうしたの？え？なんで急に喋んなくなった？うん、ぐったりしてきた。おお、クリスマスツリープレゼントありがとう。あ、スクワット30回いきます。おお、ありがとう。すげえなエフェクト。うわー、すげえ綺麗。ありがとう中野ちゃん。今日お泊まりします。ありがとうございます。1回ありがとう。2回、すごい綺麗だね。3回、4回、ピカピカ出た。5回、ピカピカしたのが出たね。6回、7回、8回、9回、彼女配信者じゃないもん。10回、頑張るよ、ありがとう。11回、あ、チャンビンがなんかあのクリスマス仕様になってた。12回、13回、14回、15回、16回、17回、18回、19、20、21、22、あい、23、24、25、26、27、いいよ全然そんなこと言わないで。28、寝落ちしちゃっていいですよ。29、ありがとうね中野ちゃん、ありがとう。30、中野ちゃんありがとう、いつもありがとう。ご覧のスポンサーの提供でお送りしておりますタオル買ってね。ありがとう。はあ、香川さん一回絡んでみてえな。もうそっちの人じゃなくなってしまったの。プロは？そう、プロは遠くに行ってしまった。プロはもうタレントになられたんですね。そう、タレントになられちゃう。しもじもの。しもじもの配信者と会ってくれないの。俺がタレントになるしかないんだ。コラボするには。香川パイセンにひな壇芸人として使ってもらおうか。遠くに行ってしまった、パイセン、ちょっと企画もでひな壇出させてくださいよって。そうリスナーの手も届かないところであんなにね、おっぱいね、オナニーするのにおっぱい出してた時期もあったのにね。オナペットとしてね、頑張ってきたのにね。そうなんです。ひどいよね。はい、ユラさんいらっしゃい。彼女は髪の毛のカット終わって今染めてるところです。さすがに和道と付き合ってるって分かってるんだから、これで声かけたら炎上するでしょ。全面戦争でしょ。でもなんか逆に興奮しそうだよね、香川さんとか。香川さんクラスになると逆に、なんか、逆に興奮しそうじゃない？寝とってやろう、みたいな。もう声かかりな、声かからないんです。何年前なの、そのオナニー事件は。結構、付き合う、ギリギリ前ぐらい。マジかよ、最近じゃねえかよ。いけるわ。
面白いことになる。彼氏ができたんですって、うん、ちょっとあの和田さんっていうみたいな。新しいフォロワーさんありがとうございます、フォロワーさんチョコさん酒井さんありがとうございます。スキャンダルだよ。この灰皿いいね、かっこいいね、うん、あ、そうそう、新しく買った服みんなに評価してもらいたい。俺服買ったんだよ今日。古着どこやった、あれ古着は、1000円は超安いよね。3枚1万円でお願いします。3枚1万円これ使えますよ。1000円で買った服こんな感じ。スウェードで、スウェードで中がブルー、これかっこいいよね。中が青地、青地のサテンで、なんていうの、これスウェードかな、なんだろうこの生地、なんかこの生地触ってみて、あ、スウェード肌だよね、うん、スウェードだだよね、うん、これかっこいいよね、うん、お腹が出てるから閉まんないんだけど、デザインめっちゃかっこよくない。お腹は あれじゃん、イカリゲンドウみたいじゃん。あ、本当だ、イカリゲンドウでしょ、うん、白い手袋やってこうやってやったら、シンジ乗れ、かっこいいよねこれ。ポケットがないのがねあれだけど、気に入った。これ1000円は安いよ。あ、また高円寺行きたいな。ジャケット1000円で買ったの、高円寺で、古着でいいよね。また高円寺行こうよ、うん、下北にも服いっぱいあるよ。ハンバーガー食べたいよね。食べに行こう、また。美味しかったよね、うん、超うまかったんだよハンバーガー屋が。ジャケット買った、のんたんはセーター買ってた。ね、いいよね。普通にいい買い物したよ。ああ。痩せたら入るな。17キロ太ったから。17キロ？太りすぎだよね。うん、そうそうね。あと8分で終わるから。はーい。やばい、これ。地肌が黒くなる。地肌黒くなるけど、洗ったら落ちるよ。うん。しょうがないよ。あの、染める系は全部そうだ。そのうち、この、うん、このそれ。まだツイッターでさ、長文で言い訳してんだけど、うん、もうブログやれよっていうね、お前、うん、頭皮痛い？痛いなら痛いって言って。痛くないです。ブリーチが痛いんだよね、うん、うん、染めるのはそこまで痛くないと思う。ブリーチ入ってないから。え、この間の彼女だけど。どんどん髪短い方が似合う。いつもはここにいる人です。そうそう、髪の毛切ったのよ。印象が変わってるんだと思う。居座ってます。エビスだ。エビス染まっちゃった。うん。髪の毛がついて。すごい変わったでしょ。やっぱ印象すごい変わったって。本当？うん。短い方が似合うよ。髪切って今染めてる途中です。黒髪にしてんの、さらに真っ黒にして、真っ黒でー、真っ黒次元スーパーブラック、スーパーブラック。じゃあさ、これさ、あと5分で配信切って、うん、一
回お風呂二人で入って、うん、頭洗ってドライヤーかけたら、うん、最後報告枠しようよ。はーい。ちょっとだけ、うん、でスーパー買い物行って鍋かなんかやろ、うんうん、顔ね、のんたん病気で皮膚弱いんですよ。だから顔がね、すぐ荒れちゃうの。そう、腫れてるの。ちょっとそう、そう、今ファンデーションで隠してるけど傷だらけになっちゃうの。病気なんだ、うん、最近良くなってきたよね。でもね、綺麗になってきた。二人で一生懸命治そうねって言って、なるべく俺もストレスかからないようにしてる。ストレスになっちゃうんだよ、皮膚が。ね、大事にありがとうございます。新しいフォロワーさんありがとう。ムリさんありがとうございます。ルミさんフォローありがとう。ありがとうございます。腹減ったね。ハンバーガー食ったの何時ぐらいだったっけ。3時ぐらいかな。3時ぐらい。あ、でも違う、3時はフリマだ。フリマか。じゃあ5時ぐらいか多分。そうだ、ちょうど暗くなったから、うん、ちょうど6時間ぐらいになってる、うん、皮膚ね、皮膚はね、ストレス性で皮膚が荒れちゃうの、のんたんは。だからストレスが一番良くないね。うん、腫れちゃう。腫れちゃうんだよね、ブックブックにね。水ぶくれになっちゃうの。そうなんだよ。ゴルゴいらっしゃい。カメラこっち向けようかな、うん、もう染めるだけだし。よいしょ、ちょっと待って、これスケさんに着させようか。いやー、これ1000円はいい買い物したわ、うん、よし、のんたんお疲れ。お疲れ様です。土曜の夜楽しいよね。久々にデートしたよ。あ、あ、仲いいかな。自然とね、仲良く繕ってるわけじゃなくて、本当に相性がいい感じだね。ずーっとこんな感じで仲いいね。イチャイチャしてないでしょ。あ、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 自然と相性がいいんじゃん、多分。多分ね、普通に相性が良かったんだと思うよ。何年も3ヶ月しか付き合ってないけど、でもなんかこの人だなっていう感覚はなんとなくあるね。あ、この人と出会うために出会うんだなって、出会うために付き合ってたんだなと思うね。せ、なんて読むんだろうな。すせアナさんいらっしゃい。こんばんは。楽しんでいってください。ワドです。あ、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 ネックレスね、作らないとね。でも高いよこれ、6500円だよ。結構値段張るよこれは。それでよかったら、買ってくれるんなら作るけど。結構人気ですね、好評ですね、うん。あ、エコーじゃなくてね、あのマイクのボリュームいじるときどうしてもこうなっちゃうんですよ。仕組み上しょうがないの。
インフルエンザ大丈夫だと思うよ。うん、なんか流行ってるって言うけど、俺結構前に、インフルエンザになったから、多分大丈夫だと思う。今年はもう引かないと思うよ。多分ね。多分だけど。断定的には言えないけど。大丈夫だと思います。のんたはもうお風呂入ってもいい感じだわ。じゃあみんな、一旦ね、のんたはお風呂に入れてきます。もう免疫できてると思う。大丈夫だと思う。うん。ただね、ちょっと海に入ったので肺炎気味になってるとは言われてる。じゃあ皆さん一回、のんたんとお風呂に入ります。1時間か2時間後に配信すると思うんで。お疲れ様です。みんなありがとうね。ありがとう。大好きだよ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。おばちゃんだな、これつけると。これつけると女の人っておばちゃんになるよね。お疲れ、中野ちゃんお疲れ、ありがとうね。ツリーありがとう。うん、仕上がり後で外配信します。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。